超ドラマです。どうもよさこいバンキシのステップです。おぶん、アウトだったんだ。アウトかつくし。違う。自動字幕機能というものは、あ、なんか勝手になんかつけてくれるんだよね、字幕ね。クイズをやっていきたいと思います。自動字幕機能で何て言ってるか、その人がっていうのをまほつさんに当ててもらいたいんですけど、じゃあ第1問目こちらです。これからラッシュのバスボム全部入れますじゃない。ああ、そういう自動字幕機能だと思う、うん、だって言ってることを字幕にしてくれるんだからね。そうですよね、うん、じゃあ答えの方、はい。国民の基本的な権利を停止。言う。これちょっと難しかったです。そりゃそうだ、分かるわけないだろ。こんなよくクイズにしようと思ったら。2問目、はい、こちらです。何系、なんか映画とかでもありそうな。人類は我のものになるみたいな。じゃあ正解の方いきますか、はい、そうですね、核実験をしたいんです。バカじゃないの。言ってそうだから怖いんだよ。顔だけ見るとね、言うわけないんだけどね、うん、Google の偉い人に言ってもダメだぞ、できないぞ。させんぞ。座禅。じゃあさせんぞって言ったら、なんで俺が無の境地入んなきゃいけない。、はい、4問目、はい、あ、3問目です。3問目いきます。こちら、誰かと喋ってんのか。人間ではない人が言うセリフですね。人全員死ねみたいなやつ。あ、超ええ正解いきますね、うん、人だね、殺します。続いてはこちらです。こんなに貧しいなら札束で窒息死させてやろうか。よく浮かびますね。いやいやいや、めちゃめちゃ考えたんだよ。絞ったんだよ。考えて絞ったんだよ。正解は、これほど多くの命が無駄になる。じゃあ続いて5問、はい、5問目いきますね。お前の命が無駄になる。ちょっと。じゃあこちらの意味がさ、うわ、意味がさ、意味がさ、意味がさ、じゃこちらの、あ、画像ですね。いやいや、これが道頓堀に飛び込んだやつの首です。正解いきますね。まず切断した遺体を東京湾に沈める。これは視点的には、これ紹介してる人は血のつながりのある金と家族のセリフだね。じゃあね、そうです、和樹の。で、それもまたサンスペンスべけ。国民大半を毒殺した男、私の兄。こちらです。今までのとは全くと言ってほど違う系統ですね。ほう、もっと可愛らしい。結構汚いの。汚い、うんことか。そっか、そうです。嘘でしょ。最初はうんこ、なんか間に一個挟むんですけど、確信つける言葉ですね。でも絶対うんこみたいな。あー、もうそれ近いです。ほぼ本当うんこ。あー、え、合ってます。え、いきますよ。最初は本当にうんち。合ってても嬉しくねえんだよな。だって本当に言ってることじゃねえんだもん。気張ってるみたいな感じ。そうそうそう。サングラスは外しなさい。サングラスは。いったいった。チャンネル登録よろしく。